おー皆さん、こんにちは。ありがとうございます、ありがとうございます。あーよかったもうね,今回ねあうコロナ禍ということでいっぱいキャンセルがありましてね、お客さん来ないんじゃないかと思って、もうドキドキしたんですけども、も、まあ、もうちょっとね、僕も頑張って、旧統一教会にね声かけてたらよかったなと思ってね、ありがとうございます、本当に。ここで笑っていただけると 今からやれやつになります。あ、紹介忘れました。すみません。紹介させてください。不謹慎で非国民の全次郎でございます。よろしくお願いします。<laughs> <laughs> ありがとうございます。え今日は皆さんあの本当にろくなこと言いませんから。 ソロライブなんで、もう自分のもうね、思うこと、ガンガンとちょっと言えるという形なんですけども、今からネタ入っていくわけじゃないです、まずは何をやるかと言いますと、オープニングアクトですね、これをやろうかなと思ってます。というのも、スタンドアップコメディー、もっともっと広げていくために、スタンドアップコメディアンをもっと増やしたいということで、ただね、場所がないんです、いろんな劇場、ルミネ劇場があったりとか、そういうとこねにも出れず、まず誰が出れずか、僕は出れないですからね、僕はそこからはぐれてますから。 はぐれた僕がこういうとこ自分で借りてやっていくとまあこれからやっていきたいチャレンジしたいという方はできるだけ僕のところに出ていただいてやろうということで大阪なんかでも出ていただいてやってますでこのオープニングアクト今からやりますけど皆さんあの温かい目で見てですね今日ここで出て終わってありがとうございましたってもうやめようかなみたいなやめてくださいね皆さんね育てたけよという形で見ていただきたいですで今日はですねオープニングアクト本当は一人なんですこういうソロのスタンドボコミでやるとき今日二人います 女性のスタンダップコメディアンです。僕、今ね、女性のスタンダップコメディアン、本当に活躍してほしいなと思ってるんですね。というのも、世界各国で10年ぐらい前までは、やっぱりまだね、女性のスタンダップコメディアン出てきてなかったんです、あんまり。最近、本当にね、多く増えてきました。僕は、まあ、2019年ですね、ヨーロッパツアーなんか行ったときに、それも見たくて、いろいろ行ったんですけど、まあ、デンマークなんて、すごい女性の地位が高いですよ、ね。ってなってくると、スタンダップコメディアン、やっぱり増えてきて、すっごいですよ。何あるかとというと フェミニストの人たちですよ、ね、あの男性があんなんやるうって私たちもすごいことやるよって言ってどういうこと日本やったら男性が例えば下ネタやってるやったら女性はしないで行くと男性やめてになるんですけど違うんですヨーロッパ私たちもっとやるでってことでびっくり幸せの国ですよこ幸せ国家ナンバーワンなんて言われてる国のねスタンド・オブ・コメディアンデンマークでもうびっくりした初めて出てきたどんな幸せなネタするんかなと思った女性がね でまあ僕もそのオープンマイクみたいなの出してもらったんですけどもその女性のコメディアンもうまず楽屋でガムガー噛んでるんですこうやって「近い近い」では紹介しようなのかーって出てきたらまずガムガー噛んけなら「昨日何やった?」みたいなクラをするんです私電話でやってるんだけどシャワー浴びてやったら関連しないように気ぃつけてねみたいなすごいでしょ あと男女って平等じゃないよね、まず何が平等じゃないかっていうと、あの兼任をするとき、男の人いいよね、このコップの中におちんちん入れて,バーって、私たちはイワシ渋のようにばーっと飛び散るからね、みたいな、どこが幸せ国家やねん、思いながら。<laughs> 幸せ国家になっていったら、あんな感じになるんかな、思いながら。 でもそれは男女平等を言っていくしかもフェミニズムの方々がまず率先して下ネタガンガンやっていったりするなかなかね面白いんですやっぱり女性の本心が知れたりしてああそういうことなのかとか恋愛でも男がやってたおっさんがやってた間抜けなこととかを言ってくれるから面白いななんて思ってたんですねで日本でさ女性のコメディアいるかっていうと実はスタンドアップコメディフィスティバルみたいになった時にいろいろ探したんですけどいないんですこれが。 例えば、久本雅美さん出ていただいたんですね。久本さんできそうじゃないですか。久本さんやってください。スタンドアップ言ったい。いや、いやって言うんです。これすごいでしょ。あのみんなのわあわあした中でやったら喋れるけどもなんですやっぱり芸能界ってやっぱり男社会なんですね。男の人がいてその忖度しながらわーって盛り上げていくやったらできるけど、一人で立ってパブリックを前にまあ、大正前に自分の主義主張をやっていきながら笑い取るのがいないんです。今一人もいないんですよ。 だから、そういういの誰もなかかっただからちょっと育てたいなと思って僕もいろいろ探してるんですね、まあ、例えば大阪とかでもね、僕今、スカウトとかしてるんです、<laughs> すぐなもうね、なんか、ええんでしょう、ま、ジャニーさんみたいになってるんです、僕、大阪でね、ライブやった時大阪、サンタアコミュニティめていた若い人たちのねで、その前のイベントがあって、その休憩みたいな時まあ入れ替え客の時に女性が座ってたんです、そしたら女性二人がね、こう喋り合ってるのがね。あの 男の人ってこうセックスするときって、なんかええかええかみたいなことを言わへんみたいなこと言うてるんです。なんか喋って、聞いたらだめですよ、そんなの。聞いたらだめやけど、ちょっと面白いんちゃうことで耳ダンボなって、どんな話題してんのあれ聞いたんです。たええかって、1回目に男子ってすごいなってやらへんって。2回目から手抜くよなってとか言うてるんです。めっちゃおもろいやん。女子逆でしょ、女子は初め知りませんってやるでしょ。ほんで2回目ぐらいから結構本気出してそうじゃないですか。ね。あれなんやろうなって言ってるから、僕は。 君めっちゃおもろいわ」って言ったら「え何なんですか?」って「<laughs> ごめん今聞いてた」と <laughs> <laughs> その話を1人でやってる時に「スタンドアップコメディーやわ」って「スタンドアップコメディーで知ってるか?」って言ったらあ「ちょっとは見たことあります」って「もしよかったらちょっと次のイベントやる時に出てくれへんか?」って言ったら「あ分かりました」ってで「スタンドアップコメディーのこれを何個か見てこれでネタ整えてきて」って言って「 やっったネタがめっちゃ面白いんですどんなネタあるか出てきて「はいどうもこんにちは」って男と女ってあの平等じゃないですよねだって例えば男の人がいっぱいの人とセックスしたらこれ千人切りって言われるけど女の人はいっぱいのセックスやったら「やりまん」って言われるおかしいなだって私も言いたいは「千人絞り」とか言ってくるんです <laughs> めっちゃ面白いやん千人絞りですよ。君抜群におもっっっと頑張りてて言って ネットフリックスなんて僕らがね若い頃はねアメリカまで行って英語を覚えてカルを作って教えてもらってこれ落ち何とか言ってそれで嫌われて振られてしてまでして僕はネタを考えて人のネタもいろいろ分かってが今字幕で山のように見れるんですこんな夢のようなことはないですよ。それを見って言ってて言何本かこう送ったんですよそしたらその子がメキメキって面白くなっていくんです。 これいけるわと思ったら次どうしたと思います僕の時に「ジェニオさんすいません」って言って「日本でスタンダップちょっとやめます」から「えっんでなんで?」って言った「本場のイギリス行って戦いに行きたいです」って誰がそこまで成長せんみたいな「<laughs> 僕やめてくれ」って「泣いてすがりましたけどもね」でその子今もうイギリス行ったんですで僕が願ってることはその子が早く売れなくて帰ってくるっていうこと 帰ってきたら日本でやっていただきたいんですけどもまあそのように今女性がやるっていうのはマーケットすごくあるんですけどもやっぱりこう一つ一つやっていかなあかんということで今日は紹介していただきましてねネタも送っていただいてでこの前のスタンドアップコメディフェスティバルの時にオープンマイクでちょっと出ていただいたんですけども今日はですね出た名前がすごいですよもうまず名前から皆さんびっくりですです頑張ってるでしょもうさっきも楽屋でこれ打ったらまず人の反応が違うでしょ「はい」って言って言ってました。 生か,から健康を発信する YouTuber やっておりますちつえの秘密の部屋っていうねこれで女性の本音をお伝えしてるとで女性の体を守りより輝くためのセックストイフェムティックショップを準備中何のことや分かりません <laughs> もう僕の分からない世界ですけどもまあそれいかがでしょうかということなので皆さん、えー、今日はここオープニングアクト初めてです大きな拍手でお迎えくださいそれではいきましょうちつえさんですよろしく こちらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ありがとうございます。